ORB ドライブとディスク ORB はキャッスルウッドシステムズが開発したリムーバブルディスクドライブである。基本構造はハードディスクのディスク部のみをカートリッジに収めて交換可能としたものでリムーバブルハードディスクと呼ばれる製品の一つである。リムーバブルハードディスクの代名詞で米国ではリムーバブルハードディスクの別名のように使われていた。 シクエストの創始者であるサイエド・イフティカールが1996年にキャッスルウッドシステムズ社を創設し、この ORB を発売した。日本では新日エレクトロニクス株式会社が代理店として販売していた。リムーバブルハードディスクとしては初めて MR ヘッドを採用し、2、2G の容量で競合他社の製品よりメディアが安価であるのを売りにしていた。その後、 GMR ヘッドを搭載した 5.7G の新製品の発表もされた。しかし、速度の遅さや後に出てきた DVD ラムなどのメディアからシェアを奪うことができず、経営の悪化により、結局 5.7G メディアも発売されることなく、市場から撤退、日本では2002年2月に販売を終えた。ドライブは3.5インチ内蔵型、外付け型を用意し、 アタピースカジー IEE1394 パラレルポート USB 1.0に対応するドライブを販売していた。o r b はディスクをフロッピーディスクドライブと同じに交換する感覚で毎回起動したい OS を選択することが可能である。しかし o r b はディスクカートリッジの出し入れの構造がフロッピーディスクドライブ以下あるいは同等レベルでドライブの MR ヘッドが ディスクカートリッジを傷つけてしまうことがある。当然、MR ヘッド HDD 型ディスクの構造上、故障する確率が高い。ありがとうございます。